彼女と二人で入ってコーヒーを注文すること、ああそれが青春。こんな小さなポスターカラーで何を書こうか。お母さん、今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。春だというのに北風にあおられ、街の声にせき立てられ、彼らに会わないから追いまくられ、さすらう気はさらさらないのに、誰が呼ぶ声に答えるものか。吉田拓郎でござんす。広島という町から東京に出てきてですね、東京中心のその音楽っていうのはこれでいいんですかねっていうような、まあ、ある種の、テーマを心にこう、抱きながら夢を持ちながら、まあ、言ってみれば大それた夢もあったんですが、友達が運転する車で、上京してきたんですけどもね。で、そこで、マイナーなレコード会社、エレクレコの社長さんがですね、拓郎ちょっと話があるって言って、ある日、みんな帰った後会社で、ちょっと話が残っとけって言って、はい、何すかって言ったら、お前ね、これからヒットシンガーっていうかね、そういうことを目指してるんだと思うからね、当分は、女の子のことは忘れろと。お前はもう音楽だけに没頭しろと。ここ2、3年に関して、お前は女子禁制いうふうに、言いつけられたんですけど、その瞬間に僕は、この会社を辞めようと思った。世間的にはね、やっぱりね、音楽を分かってくれないから、音楽的なことが、まあ、メインのね、その原因っていうふうに、まあ、言われてんだけど、実は裏でね、こういうことがあって、女の子と付き合っちゃいかん。こんなことを言う社長のところで、俺は働けんって、俺はもう仕事なんかやってらんねえっていうふうに思って、この会社を辞めようっていう、辞める決心ついたのは、実はそういう理由があったという。今このときめきは、君の胸を貫いてしまいそうだ。気まぐれな人生だけど、突然嵐のような激しい一日が訪れることもあるのさ。今このときめきを君に伝えたい。今このときめきはどんな人の言葉より確かなものだ。いたずらに傷つけないでそっと守っていたい。激しいひとときが訪れたことを心に、今このときめきを君に伝えたい。富士から拓郎さんとは同世代ということでございますが、先輩ですけどね。あ、そうなんですか。年齢だけ。年齢は年齢は業界は沢田さんがもう、あ、そうか、ね、でもね、いやすごいことなんですよ、沢田研二さんがここにいるってことは、僕なんかやっぱこうテレビに出る側じゃなくて見る側の方にずっといたので、こういつもこうブラウン管に映ってる沢田研二っていう人をこうそーっとか言いながら見てる。こう住んでる世界が沢田さんの周りはこうなんかキラキラしてて、僕の周りは四畳半とか後ろに隅田川が流れてその感じがあったんですけどね。だからものすごい憧れの、もう雲の上の人です。すごい人だという、はい、だから沢田研二さんという人と同じ番組に出ることはないだろうなと思いながら生きてたんですよ。さてここからはお二人が好きな音楽の話です。実は拓郎さん今
とても意外な曲にハマっているそうですよ。さださん、あの自分の歌とかあの洋楽とかそういうんじゃなくて、日本の歌手で、あの興味持った人とかないですか？そうですね、例えば若い頃でもあの人の歌好きだったなとか。僕らの時代は御三家なんですよ。はいはい、橋幸夫、はい、船木さん、西郷さん、それと三田明さんとか、三田明さんとか、うん、梶光夫さんとかいましたね、あの頃。梶光夫さん、松島明さんもいましたね。松島明さんもいましたね、なんかこうあの人の歌って好きだなとかいうのありませんでした？さださんの、ラブラブっていう番組やった時、僕一緒に骨まで愛して歌ったの、はいはいはい、城拓也の、はい、あれは割と好きだったんですか？カラオケで歌いますね。カラオケでね、カラオケ行くと、うん、骨まで愛して歌ってます？歌ってました。ちっちゃなスナックだと、あの歌詞に合わせて外に出て行ったりするんですね。本当に。で外に 出るとね、本当にね、あのなんか徘徊老人みたいになっちゃうんですよね。何にも聞こえてなくて。聞こえてないのに出てっちゃうの？出てっちゃって歌ってんだけど、で合ってるかなって帰ってくるんだよ。それはその時は骨まで愛してなんだ、なんとなく。そうですね、あの大体仕事終わってから行くことの方が多いから、あの音域が低いっていうか、そういうものを選んでくると、フランクさんとか。フランク長いね。さあ、ラブラブの歌に行きましょう。ラブラブの歌です。こちら骨まで愛してですけど、骨まで愛して、この曲を僕らっていうか、僕はね、やっぱりもともと一番最初音楽に目覚めたのは、あの歌謡曲なんですよ。でこういう歌はもうこの時代の歌は大体覚えてるよね。でカラオケとか行って、もう自分の歌は歌いたくないのよ。はいはいはい、カラオケでは、照明がないと、だって照明がないですよね。で歌うのは大体こういう系統の歌を歌うんですよ。拓郎さんもこれカラオケ屋でそれしかない僕レパートリー。あ、カラオケ屋で歌う。それはね、好きなんだよね、この歌。いいですよこの歌は。これね、歌詞がね、歌詞がね、こう僕すごくいいわけ。歌詞、生きている限りはどこまでも探し続ける恋ねぐ、その後傷つき汚れた私でも、そこだよ。あと2番のね、同じ場所、女をなぜに、あ、女をなぜに泣かすのよ、そこなのよ。そこまあね、その2行にもジーンとしてるわけ。あ、なるほど。それでは歌のスタンバイよろしくお願いします。女をなぜに泣
いやー、客席から出てくる感じがね、一度やってみたかったんで、ここ握手をするっていうのをやってみたくて、まるで NHK ホールからこうですね。沢田研二に対して抱いているイメージからすると、沢田研二さんの曲を作りたいなとか、あと、まあ、これはあの風の便りでお聞きになってたかもしれませんけど、沢田研二さんのバックバンドに入りたくてしょうがなかった。大好きな人ができるとね、その人の後ろでね、ギター弾きたくなるんですよね、不思議に。いやいや、そんなこともったいなくて頼めませんよ、そんな。いや、頼んでほしかったですね。一度で後ろでなんかこう派手な格好して、沢さんと一緒のステージ衣装なんか着て、で踊ったりしながらこうやるバンドに入りたかったなとか、ああいうなんか、僕あのアマちゃん頃にギター弾きだったんで、どっちかというとリードボーカルとかは別にいたんですよ、バンドに。あ、後ろでリードギターとかソロ弾いてたんで、ギターがあの好きだったんで、それも人の後ろで、バックで後ろでギター弾くっていうのが大好きなんですよ。ギターを鳴らして圧が来る、腰に手ぬぐいぶら下げて、学生服に染み込んだ男の匂いがやってくる。ああ、夢よ良き友よ、お前今頃の空の下で俺と同じあの星詰めて、何を思う。ハワイあの子に声かけられて、もう染めてたうなやつ、語り明かせば下宿屋のおばさん酒持ってやってくる。ああ、もういいよよき友よ、俺は今でもこの町に住んで、女房子供に手を焼きながらも生きている。古き時代と人が言う、今も昔と俺は言う、バンカラなどと口走る、古き言葉と悔やみつく。ああ、友と良き酒を時を憂えて飲み明かしたい、今も昔もこの酒